新鮮種族級クラブは、中華人民共和国の南部、関東昇進選手をホームタウンとする、中国プロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。新鮮足玉クラブ創立。おつきゅリーグ優勝。コービーリーグ優勝。保険会社、平安グループと契約、新鮮平安に改名。携帯電話会社、新鮮家権とも契約し、新鮮平安家権に改名。 その後栄養ドリンク飲料会社、権力だからと契約し、新鮮権力だからに改名。中国長級リーグ開幕。初年度チャンピオンに。AFC チャンピオンズリーグ2005で ACL 初出場すると予選で、水原、岩田、ホ安ンアインザ・ライのグループ E を4勝1分に1敗で、首位通過して、決勝トーナメントに進出した。準々決勝で、アルアハリと対戦した。 アウェーの第1戦を1から2で敗れたが、ホームの第2戦では3から1で勝利し、合計スコア4から3で準決勝に進出した。準決勝でアルアインと対戦した。アウェーの第1戦を0から6の大差で敗れてしまい、ホームの第2戦でも0から0で勝利をすることができず、合計スコア0から6で準決勝で敗退が決定した。ビールメーカー、新選キに。 主グループと契約し、新鮮金融に改名。製薬メーカー、公設製薬と契約し、新鮮上新員に改名。2008年シーズンまでこのチーム名。一旦、新鮮足玉クラブの名称に戻る。香港の投資家に買収され、新鮮くれない、高値足玉クラブとなる。英文名称は、シャンジャン、ルビーフットボールクラブとする場合が多いが、 シャンジャンレッドダイヤモンズフットボールクラブの記載も見られる。フィリップ・トルシエが監督に就任したが、長級リーグで再開となり、高級への降格が決まった。7月7日、クラレンス・セイドルフが監督に就任したことが発表された。だが、その後、チームを一部に昇格させることができなかった。12月5日、クラレンス・セイドルフ監督の退任を発表した。 それに伴いスベン・ゴラン・エリクソン監督の就任を発表した。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。